どうもご視聴ありがとうございます。 8bit チャンネルの B&S です。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回の動画はサムネの方にですね、俺の白艶を見ようっていうなんか大層なこと書いておりますけれども、2024年秋にディテールアーティストさんの新作ケミカルが数種類出まして、そちらを使ってディテールアーティストさんの溶剤のみを使った戦車、こちらで仕上げの方までやってみました。すごい艶になりましたので、どうぞ最後までご覧ください。今回登場した戦車用品は動画の概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、そちらの方をチェックしてみてください。まずは、ガラスの方ですね。こちらを水拭きしまして、ガラス磨きやっていきます。ガラスの磨き剤 G ポリッシュですね、こちらを使っていくんですけれども、新作の方が出ているんですが、私はちょっとまだね、旧バージョンの方が手元に残っておりましたので、ガラスについては旧作の G ポリッシュとウィンドコート、こちらを使っていきます。で、ガラスのリセット、ガラスの磨きですね、していく時なんですけれども、ガラス研磨剤の残りが気になるので、一番最初にやりますね。ガラスを水拭きして大まかなホコリとか砂汚れを落としてから、こちらのですね、ガラス磨き剤。今回は G ポリッシュ使用したんですけれども、この後に洗車していくことによって、ガラス研磨剤の残りを取っていくという目的でやっています。続いて、プレボッシュ用のスノーフォーム、それからホイール用のカーシャンプーを用意していくんですけれども、プレボッシュ用のカーシャンプーはアルカリ性のダイブ。こちらの夏バージョンというね、限定バージョンを使用していくんですけれども、こちらを30倍に希釈したものをスノーフォーム用のカーシャンプーとして、スノーフォームランスのボトルに用意していきます。で、IK フォームプロ2の方にはですね、酸性シャンプーのキープ。こちらを50倍に希釈したものですね。これを用意していきます。で、ホイール洗浄用のバケツはですね、こちらの寺本さんのですね、仕切りバケツ2というのがですね、ブラシが行方不明にならなくてね、素晴らしく使いやすいバケツで、中の仕切りがあるので、衛生的に中もね、管理ができる、そんな便利なバケツになっておりますのでね、皆さんぜひチェックしてみてください。それではタイヤホイール洗浄から入っていきます。まずはですね、高圧洗浄機で足回りを流していきます。一通り流し終えましたら、鉄粉除去剤、ブレーキダストとかはね、鉄粉なので、このメルトを吹きかけていきます。鉄粉除去剤の反応を待つ間、先にタイヤハウス、それからタイヤの方を洗っていきます。IK フォームプロ2で泡を吹き付けて、タイヤハウスはイージーディテールブラシの5。それから次にタイヤの方を洗っていきます。こちらのバイカンのハンドルブラシ。これはね、ずっと使ってるんですけれど、へたることもなくね、非常にいいブラシだなというふうに思いますね。そしてホイールの方に、50倍に希釈したキープですね。IK フォームプロ2を使って泡を吹き付けていきます。50倍でも結構な泡感ですよね。そしてイージーディテールブラシのビッグを使って、スポークの中ですね、こちらを洗っていきます。まあ、こちらね、欧州車ということでかなりのブレーキダストが、やっぱりね、ちょっと走るだけでもついてますよね。で、表面の方ですね、表面の方はこちらのながら洗車のキッズミットっていうのがあるんですけれども、これを使っていきますね。これがホイール洗浄に非常に便利なニットになってます。で、ナットの内側はね、ブラシ使わないと届かないので、これを使っていきます。洗い終えたら流していくんですけれども、で、キープ酸性シャンプーなんで脱脂効果とかもあって、ホイールソープにも向いてるんですけれども、で、このホイールの方には、ヤムカーズのセラミックですね。それが施工してありますので、かなりね、コーティングはしてある状態、耐久性が高いんですけど、酸性シャンプーを使ったことで、表面の汚れがしっかりと落とされて、撥水の方が戻ったなという印象ですね。で、溶剤の残りがないようにね、しっかり流していきます。
でね、この、なんでしょう、BMW のホイールというか、欧州車のホイール特有のなんかちっちゃい穴あるんですけど、ここからね、永久に鉄粉状になってくるんですけど、これしっかり流しちゃってくださいね。タイヤホイールの洗浄が終わりましたので、水気を飛ばしてですね、ブロワーの方で水滴を切ってから、ね、拭き取りの方をやっていくんですけれども、こちらね、クイックディテイラーのエアーというのを使って、拭き取りの方を行っていきます。このエアーは耐燃防止効果があって、ドライエイド機能があるので、拭き取りの補助、それから、汚れの固着を防止してくれる、そんな便利なクイックディテイラーになっています。タイヤとフィルの洗浄が終わったので、タイヤのカバーをかけて、これで水がつかないようにしていきます。続いて、ボディの方、洗浄に入っていきます。高圧洗浄機の水圧を使って、ボディについた砂ぼこり、こちらのね、大きなものというのを落としていきます。上から下へ、しっかり流していくのがこれですね。で、サイドやリアの撥水は結構残ってたんですけれども、ボンネット、それからルーフ、やっぱり、太陽を向いてるね、空を向いてるんですね。こちらはやはり、撥水の方が微妙になるなと。ということでですね、トップコートを落として、やり替えていきます。はい。次にスノーフォームをかけていくんですけれども、一番最初に準備したダイブ、こちらの30倍希釈ですね。アルカリ性のカーシャンプーです。走行中につく排ガス汚れ、それから古いコーティングの皮膜とかをね、こちらを汚れと一緒に落としていきます。またアルカリ性の成分、タンパク質分解酵素も入っておりますので、鳥糞や虫汚れとかにも作用していきます。次に細部洗浄ですね。この後手洗いしていくんですけれども、スポンジやミットの入らない箇所ですね、こういったグリルのとことかですね、網目状になってたりするとこをディテイリングブラシとダイブを10倍希釈したマルチクリーナー、これを使って細部の方を洗っていきます。こういったハンドルの隙間、給油口などね、スポンジやミットで届かないところですね、こういったあと隙間ですね、ガラスとボディの隙間、あとはエンブレム周りといった箇所ですね、こういった箇所を細部洗浄していきます。はい。そうすると、だいたい5分から10分程度経ちますので、泡の方を流していきます。はい。で、アルカリ性のカーシャンプーだからといって、コーティングががっつり、スノーフォームで落ちるかといったら、そんなことはありませんので、まあ、表面のね、大まかな汚れをしっかりと落とす、そういったイメージですね。次に、手洗い用のカーシャンプー、バケツに泡立てていきます。ルフと、中性シャンプーですね。こちらを使用していきます。私いつもバケツに泡立てるというか、カーシャンプーを先に入れて、このストレート系の、水流で粗く泡立ててからシャワーで泡をこもって潰していくというやり方をやっています。でこちらの、ミットもね、ゲルアーティストのミットになっています。はい。それでは手洗い洗車の方やっていきますけれども、ここでね、曇りの予報だったんですけれども、結構ね、太陽の方が出てきてしまって、で直射日光が当たるという状態になってしまったので、白い車とはいえ、やはりこういったシャンプーの乾き、それから水の乾きっていうのは非常に気になるところですので、ワンパネル洗っては水で流すというのを繰り返していきます。ワンパネル洗車ですね。ここでシャンプーの乾き、それから水染み用の固着っていうのを洗車中についてしまうのを防ぎながら、洗っていきます。先にルーフと、手の届く範囲のガラス面を洗ってしまってから、オーバンタオル、アーティストドライビングタオルですね、こちらを使って拭き取りの方を行っていきます。続いてボンネットですね。空を向いて直射日光当たってるんですけれども、まあ、洗ってすぐ流せばね、まあ、これが今10月に撮影してるんですけれども、まあ、白い車ですし、そこまでボディが高温になることはないので、まあ、直射日光下でも安心して、こういうワンパネル洗車であれば、やっていくことができると思います。私は純水使ってるんですけれども、まあ、水道水であっても、このやり方であれば、乾かすことを注意しながら洗っていけば、十分に、ね、対策はできるかなというふうに思います。
それから日陰の面はね、安心してね、洗っていくことができますよね。なので、ルーフ、それからボンネットを洗ったら、まずは拭き取りの方を行って、次にインサイドですね。日陰になっている面はもう、ザーッと洗ってからでも、流すことができるんですけど、実は、ワンパネル洗って拭き取り、ワンパネル洗って流して拭き取りっていうのを繰り返す方が移動の距離が少なくて済むので、効率はこちらの方が実は良かったりするんですよね。続いて鉄粉除去を行っていきます。ホイールにも使用したメルト、使用して、吹きかけていきますね。泡状で対流が長いんですよね、このメルトは。うん。なので、なかなか、落ちていかなくて、しっかり作用してくれると。で、ラグカンパニーの、リムーブパッドだったかな、名前が。ちょっとパッド出てこないけど。それを使って鉄粉の除去を行っていきます。で、鉄粉除去剤を、流すときなんですけれども、まあ、しっかりと溶剤の残りがないように流してやるっていうのがポイントなんだと。このように、先ほどのパッドなんですけども、片方がラバー面、で、もう片方がスポンジ面になっているので、ラバー面で、鉄粉をこすって流して、除去して、その後水を流しながらスポンジ面でさらに、流していくと。ことをやれば、傷は非常にね、つきづらいアイテムにはなるんですけれども、さらに傷を防ぎながら除去を、除去力を強めていくというアプローチの仕方ですよね。まあ、そんなに使用頻度の高い車ではないし、鉄粉が、固着するような、使用環境でもないんですけれども、まあ、画面にはあまり映ってないんですが、結構やっぱり反応はね、白い車だと出ますよね。鉄粉除去はね、鉄粉除去剤が乾くとシミになっちゃうので、日陰からやるのがポイントです。日向はね、素早くやるというのがポイントになっています。ちょっとブレイクタイムですね。こちらの、マグカップなんですけどもね、これはイベント限定のアイテムなんですけど、ディテールアーティストさんのね、店舗イベントがあるときに購入させてもらったんですけども、これがね、非常にいい。ブラックコーヒーを、ごくに。こっちみんな。うん。はい、続いて、水垢の除去。これがね、ニューアイテムですね。アシッドクリーナーです。まあ、いわゆる水垢除去用の酸性クリーナーというやつですね。はい。で、こちらの栄養剤を、まあ、乾式施工がね、非常に効率がいいんですけれど、まあ、軽く絞ったタオルや、この付属のアプリケーター今回使ったんですけど、ちょっと付属のアプリケーターがちっちゃくって面を捉えにくいんですよね。狭いところはいいんですけれど、広いところはクロスの方がいいのかなというふうに思いながら施工してました。まあ、除去力は結構強いですね。こういった隙間やるときね、注意点があるんですけど、ガラスにつかないように注意すると。で、ガラスについてはすぐに拭き取る。うん。絞ったタオルと、乾いたタオルで回収する。っていくいうふうにやっていただきたいと思います。アシッドクリーナー結構除去力高かったと思いますね。この車、白い車なので、面をやるときね、これ、タオルで塗り伸ばしてるんですけれども、面だとちょっと分かりにくいというのがね、あるのかなというふうに思うんですが、うん、先ほどの隙間ですね。で、こういったところ、この部分、ずっと放置しちゃってたんで、結構、この隙間の方に汚れがかなり溜まってたんですけれども、これもすんなり除去の方ができましたので、かなり除去力としては高いのではないかなと思います。それと、あまり泡立たない、界面活性剤成分というかね、泡立つ成分が入っていると、少し、溶剤残りとか、変な反応をしちゃうことがあるんですけれども、そういった部分の安全性っていうのを考慮しながら作られてるのかな、というふうに感じましたね。で、白い車だと、水垢やウォータースポット、のですね、この溶剤を塗布した時に見える反応というのは非常に見にくいんですけども、これはあと手触りですね。ザラッと来なくなるまではやるという感じで、施工していただければいいのかなというふうに思います。はい。この後酸性クリーナー使いましたので、で、鉄粉除去剤も使っているので、一回ケミカルオフ洗車ですね。
そういった、鉄粉除去剤の残りや酸性クリーナーの残りを、カーシャンプーでもう一度洗っていきます。で今度は、スノーフォームかけてるんですけど、これはルフトですね。中性シャンプー。これは30倍希釈したものを、ぶっかけて、まあ、小さい車だからできる技なんですけど、全体にぶっかけて、泡を切るようにミットで洗っていくっていうやり方ですね。モネットまだね、あの、日向の目あるんですけれど、まあ、全体洗っても、まあ、もう温度も高くないので、その後水でかけても大丈夫っていうような判断をして、そういったのやり方を選びました。はい、ここでモンネットの水の流れを見ていただきたいと思うんですけども、最初ね、ちょっと微妙な撥水の仕方だったと思うんですけども、ちょっと見にくいかもしれませんが、綺麗に水が引いてたと思います。続いて、下地クリーナー、微粒子研磨剤入りのね、中性のクリーナーなんですけれども、こちらが、レジンリペアですね。どちらかというと磨くというよりも埋めるということですね。小傷とかを埋める、そういったイメージの下地クリーナーなんですけれども、軽度の水垢、それからボディについた洗車傷などの小傷を埋めながら、まあ大きい傷はね、ちょっとさすがに難しいんですけれども、そういったのを目立たなくしてくれる。そうしながら塗装面を整えてくれて、その後にする簡易コーティングやワックスなどのノリを良くしてくれる、そういった、アイテムですね。レジンリペアです。はい、使い方はアプリケーターやマイクロファイバークロスで塗布して、少し磨くイメージですね。まあただ力は入れずにゴシゴシする感じではなく、塗り込んで塗り込んでを繰り返して、他のタオルで回収する、汚れを回収するというイメージです。ここちょっと分かりやすいかなと思ってライトを当ててみてるんですけども、これが、運転席と、後部座席の、ドアパネルの間ですね。上のところ。先ほどライトを当てたところがどのぐらいに、埋まるのか。結構この車、白で見にくいんですけれども、傷は結構入ってます。で、それがどれくらい見えづらくなるかっていうのをね、見ていただければというふうに思います。先ほど見た時よりもちょっとすっきりとした感じですね。まだ傷はまだまだ残ってはいるんですけれども、まあこういうふうにライトを当てなければ見ることができないかなというぐらいまでは、埋まったかなというイメージですね。じゃあ左側、後部座席側が施工面、この右側の運転席側が未施工面なんですけれども、かなり違いが見て取れると思いますね。未施工面、施工面、ライトがくっきりと割とね、そのように映ってると思います。それと、このレジンリペアは結構粘性があるんですね。で、そこでちょっとポリッシャー施工もできるということで、仕上げ用のバフを使って、ポリッシャーで塗り込みの方をしていってみます。でがっつりね、大きい傷は消えることはちょっと難しいですけど、でポリッシャー施工をしても、あの、粘性がある分、飛び散りですね、液の飛び散りや、粉の残りっていうのが非常に少ないなというふうなイメージを受けましたね。シャバシャバしてる、あの、下地クリーナーをポリッシャー施工すると、液の飛び散りとか粉の残りっていうのが非常に出たりするんですけれども、このレジンリペアは比較的それが少なかったかなというふうに思いますね。乾式施工、それからこのポリッシャー施工もね、非常に良かった。であと、レジン系ですので、熱をかけて塗り込んでいくと効果がね、非常に高いというものになりますね。このプレスラインのところ、右側が未施工、左側が施工ですね。ライトの輪郭を見ていただきたいんですけども、それがくっきりとした、というふうなね、印象を受けましたね。まあ、ボンネットだけはちょっと、こちらの、ポリッシャー施工 RSE1250 というやつをですね、ちょっと改造したあるものなんですけども、これで塗り込んでいきました。そしてボディの簡易コートなんですけれども、コーティング剤、プレミアムトップコート、ハイドロ、こちらを使用していきます。はい、ボディに直接塗布の方をしてもいいんですけれども、私はね、やっぱりちょっと屋外でやってると、
シュッてスプレーした時に風が強いと飛び散りがね非常に気になるので、アプリケーターの方に先に塗布しておいて、それで、胸に塗り込んでそれを拭き取るというやり方を比較的選んでいます。でハイドロはツヤ感はねかなりね好みなんですよ実は。ただスリック性はあまり実はないんですけれど、ね、なのでちょっと施工するときに重たいなっていうのがあるんですよね、拭き取るときにね。ただそれでもムラには非常に出にくい、そんな簡易コーティング剤になってますし、撥水もかなり強くね、まあ、何よりもツヤ感ですよね。このツヤ感がね、非常にこう、簡易コーティングなのに、効果コーティングや、なんかをしたような膜厚感が非常に出るんですよね。クリアが1枚、さらに貼ったような感じになる。あ、面白いなぁと思いながらいつも使ってますけれども。これをね、まずはボディの方に塗布していきます。でボディのね、コーティングこれだけじゃないですよね、実は。その後、続けて見ていただきたいと思うんですけれども。先にタイヤのツヤ出し剤ディープっていうのが新しく出ましたので、こちらを使っていきます。でこのディープはカーボン素材ですね、ブラックカーボンが入ってるのかな、なので、黒を非常に際立たせてくれるんですよね。で公式の発表ではタイヤにのみ使用してくださいって書いてあったんですけれど、ゴムモールとかこのタイヤハウスのミドソー樹脂とかだったら別にいいんじゃないかなというふうに思ったんですけども、ただちょっと他のところに飛び散ったりすると黒のブラックカーボンがあるとね、特に白い車なんかはちょっと問題あるかなと思うんで、上の方のミドソー樹脂ピラーとかには使わない方がいいのかなというふうに感じました。でガラスのウィンドコートをやっていくんですけども、その前にガラス面をね脱脂剤ヌードを使って拭き取りをしていきます。ガラスの撥水剤はね、脱脂必ずやった方がいいですね。これやるやらないで結構違いますね。はい、ウィンドコート使っていきます。これは残念ながら私ちょっと旧バージョンまだ手元にね、結構な量残ってるので、これは新しいバージョン使ってないんですけど、十分この旧バージョンでもね、効果は高いと思いますよね。はい。溶剤をですね、塗布していくんですけども、隙間なく塗り込んでから5分、あるいは10分程度ですかね。最大10分程度ぐらい、放置して、少し乾かした状態で拭き取りの方を行っていきます。拭き取りは乾いたタオルでもいいんですけれども、私はね、絞ったタオル、固く絞ったタオル、で、一回拭き取りを入れてから乾いたタオルでさらに仕上げ拭きをするという方法を選んでます。その方がね、結局ムラなく綺麗に仕上がるんですよね。まあ、そういったやり方で、綺麗にできるガラス撥水剤は結構あるので、ガラス撥水剤なかなか仕上げられないなーっていう人は一応これ試してみられたらいいのかなというふうに思います。そして、ボディの仕上げ、最終仕上げなんですけれども、スプレーワックス、ドープですね。こちらを使っていきます。塗り込みしているアプリケーターはラグカンパニーのアプリケーターですね。こちら使用しています。ハンドポケット型のやつですね。これ塗りやすかったです、非常に。で、ドープは、簡易コーティング、ハイドロみたいにですね、スプレーとか塗布してすぐに拭き取りをするというやり方でも十分施工できますし、ボディが濡れた状態とかでも施工はできるんですけれども、あとは絞ったタオルとかの施工もできるんですけれど、バッとね、膜厚感とか、ツヤ感とかスリック性を非常に高めたいという方は、乾式の施工で、さらに、塗り込みをして、少し乾かした状態ですね。まあ、いわゆるワックスのような施工の仕方、なんですけれど、少し乾かしてから拭き取りの方をする。そうすると、非常にね、ツヤ、それから撥水、膜厚感、スリック性、強く出ます。ただね、ちょっとこのやり方濃色者でね、非常に気温が高い時だとムラが若干出やすいので、このやり方ねちょっと注意してください。まあ白い車だったんで全然余裕で楽勝にできたんですけどね、またねちょっとムラが出るなという方はね、一回水拭きですね、
私ごとタオルで拭き取りを入れてから仕上げ拭きをすると、きれいに仕上がると。で、この撥水感ですよ。これね、翌日ぐらいに雨がね、たんですけれども、ザーッと降った後にちょっと弱い雨、という状態ですね。この細かい線状のこの、ね、水滴の落ち方、大き方になっているのがね、非常に綺麗になっていると思うんですけれども、まあウィンドコットもしっかり綺麗に施工できましたし、うん、ボディの形状に合わせてね、綺麗に放射状に水滴が落ちていっているのが見て取れると思います。そしてこの雨粒の細かさですよね。はい、ということで、全体の仕上がりになりますね。ちょっと日が落ちてきて夕方なので、若干効果としては上乗せ効果の、画像になってるかなというふうに思うんですけど、まあそれでもこの、艶感ですよね、うん、ハイドロで膜圧感を出してロープでさらにそれを上乗せするという内容の、施工になりましたけれども、じゃあね、このフェンダーがいいですよね。このやっぱセダンというか、こういう形状の車ですね。フロントの形状の車はね、やっぱりセダンじゃないです、これは。セダンじゃないです。ハッチバックですけれど。ノーズが長い車ですね。フロントノーズが長い車っていうのは、やっぱこのフェンダーが映える。うん、曲線の多い車はやっぱりいいですよね。BMW は曲線と直線の、なんて言ったらいいんでしょうか。コントラスト、うん、それがねいいんですよね。プレスラインはパキッと出るし、うん、曲線はぬるてかになるしっていう感じで、はい、ということで今回の動画は、俺の白ツヤを見よということでですね、ディテールアーティストさんの用途で使った洗車していきました。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。長時間の動画ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。